この町も随分安全な町になったわよね。あ、エリコ、ユウコ、私たちまだまだ必要みたいよ。望むところよ。ちょっとあなた、え、自転車に乗りながらの携帯はダメなのよ。園児や小学生、お年寄りのための交通安全教室、私たち指導員がお伺いします。お申し込みはこちらまで。